インタビューします。今日はワンマンツアー名古屋編クラブクワトロでございますけれども、調子はどうでしょうか？元気です。元気なら良かったです。もう調子と言われたら元気です。リハの感じではいい感じです。いい感じ。楽しみです。楽しみですね。頑張っていきましょう。静岡に来ました。ノーコメント。黒はんぺんです。お刺身です。ハイボールです。桜エビです。有名なんですか？浜焼きも来ました。いっぱい食べて。わー、やばっ。なんかいっぱい来た。すぐさんの場所なくなっちゃう。じゃあこのまま来よう。どんな生まれ海鮮。やばいな。かき音はめっちゃおすすめします。すいません、白桃ピーチヨピピ。いや、赤坂はヨピピさんめっちゃ好きです。帰りましょう。ヨピピさんに今日、昨日活力もらって今日すごい、なんかお客さん目線に入れたというか、お客さんってこういう気持ちでいたんやみたいなのを昨日なんか感じ取れて、ずっと笑顔でしたもん、その芸人さん見てるときって。ああ、なるほどね。だから私たちってこういう感じで見られてるんかなみたいな想像が今日できて、
それはいい、ね、それはとってもいいことね。まゆりか見た時もなんかずっと笑顔でした。うーん、あー、まゆりかやっていう。まゆりか会いてまゆりか大好きなの、すごい仕事が忙しい時です、はい。顔色悪い、うん、すごい。ワンマンツアー静岡編ありがとうございました。熱くて楽しかったです。あ、集合写真は撮りましょう。また忘れた、また静岡来ます。え、待って、どうしよう。完全に、お疲れ様です。